昔よくこういうのでさ、キングギドラとかね、鳴き声作ったよね。いやー、大変暑いですね。夏といえばやっぱりこれ、じゃじゃん、シンセサイザーです。今日発売のこの新製品、例によってコルブさんにお送りいただいてね、実機を触らせていただくことになりますけども、その実力どんなものでしょうか、しっかりご覧ください。さあ、こちらがボルカキーズでございますけども、普通にこれは鍵盤でございますね、白鍵と黒鍵があります、皆さんが演奏してる鍵盤と同じ並びでございます。で、VCO3 つ搭載ということで3和音になるんですよね。これはポリの場合ですけども、ここユニゾンとかオクターブとかね、フィフス、ユニゾンリング、ポリリングなんてね、いろいろこの3つのオシレーターをどう鳴らすかという、これ普通のというかポリですね。それをオクタ、ユニゾンの響きになりますよね。これフィフスですね、5度ユニゾンリング、ポリリング、リングモジュレーションかけてると。はい。まあ、ユニゾンがこれ使いやすいかな、僕は。で、これは音程ですよね。オクターブ、低い音。だんだん高くなっていきます。はい。で、デチューン。わかりますか?デチューン。ポルタメント、ポルタメントかけてないと、ポルタメントをピュッと入れると、はい、ポルタメントですね。で、 LFO の方で LFO のレイト、 LFO のレイトな、あれなんだよな、あ、これでわかるかな、入れないとわかんないか。昔よくこういうのでさ、キングギドラとかね、鳴き声作ったよね。まあシンセサイザーといえば定番のね、電車の発車ベルっていうのがありますけども、それの応用で特撮怪獣の鳴き声っていうのもねありますよね。 LFO はですね、ファンクションによってこれ波形をね、ノコギリ波、それからこれは三角波ですね。今三角波です。で、これ区形波も、地形波だとなんかあれですね、救急車っぽいサイレンになりますね。ノコギリ波、三角波、地形波、まあ違いよくわかるかなと思います。でだ、ここにディレイがついておる。ディレイタイムとフィードバックの値ですね。もっときつく入れようか。アナログシンセだからってわけじゃないけど、昔っぽいね。モーションシーケンス、これ録音すればいいのか。じゃあ録音してみよう。これの、光ってるつまみがモーションレックできるんだったかな。うん、じゃあモーションオフ、素で入ってる音はこうなんですね。で、モーションシーケンスをオンにすると、はい、ボルカビーツとかボルカベースとかと同様にアクティブステップございます。モノトライブとかお持ちの方もご存知かと思いますけども、光ってるところが鳴ってるわけですね。だから消しちゃうとここだけのシーケンスが鳴ってます。はい、ピエッ、っていうことができるわけですね。
あとテンポ、テンポいきなりこれね、ファンクションで2分の1とかにできますね、4分の1もあります。はい、メトロノーム鳴りますメトロノームが鳴ります。ここテンポを変えれるんですけど、わお、メトロノーム鳴るんですね。ここメモリーというのがございますけどもね、ここで M1 から M8 まで8つ覚えることができます。今メモリー内のを読み出して再生しております。いや、この小さい筐体によくね、これだけ収めたなという感じがしますね。モノトライブと比べるとね、大変進化した感じに思いますけども、ただね、モノトライブの場合ね、僕好きなのはね、この辺全部レバーと大きいつまみでいじれることで、こっちはね、ボルカキーズの方はね、ちょっとちっちゃいつまみとファンクションキーの併用になっちゃうんで、またなんか出てくるタイミングが変わっちゃうというかっていうかね、これ単体ではなくて、近々あっちもやりたいですよね。ボルカベース、ボルカビーツと一緒にこれを鳴らしてこそ進化を発揮するんではないかと思いますんで、はい、近々またね、3台並べて鳴らしてみたいと思います。それではお楽しみに。